あ、すごい良かったです。アメリカのシリコンバレーが元で、そこからいろいろ世界中に発展してきて、今回東京の支部ができたみたいな話も聞けて、シリコンバレー発のその起業家たちが講演してくれて、スタートアップしたいとか、スタートアップしたけどどうしようみたいな、そういう何ですかね、前向きな悩みを持っている方、いいとこだけではなくて、そのすごい苦労した点だったりとか、乗り越えてきたこととかも聞けて、すごくためになりました。なんかすごい前回より人数がすごい増えてるみたいで、なんか盛り上がってきてるなって思いました。やっぱ同じ道のりをしてる人がどっかにはいるわけで、やっぱり感化されると思います。なんかこう実際自分はやろうと思ってたけど動けてない、あでもあの人はこう動いてなんか今やろうとしてる。創業者の方の話とか聞く機会って全然ないので、大学4年なんですけれども、自分でちょっと不動産関連の仕事をやっています。でその目的がみんなビジネスをやろうって人で合致してるので、今後そのクリエイターイベントをやるにあたって一緒にコラボできたらいいねとかいうお話だったりとか、一体大勢で聞くのかなって思いました。漠然ではありますけど、やっぱそういうスタートをしたっていうところは同じじゃないですか。すごい近いことやってて、で話も合う人が見つかって、実際に見つかって、その人が今はもう定期的にコンタクト取って会っています。いい判断を下すための時間を社長は作るべきだというところを学ばせていただきました。これから10年20年とか、起業していくにあたって、そこで熱量あふれる仲間を今のうちに見つけておいて、100人会えば100人の自分に出会えるなと思うからこそ、説明会参加してなかったら出会ってなかったと思います。どんな社長さんもみんなから見えないようなところで頑張ってるんだなっていうことを学びました。